久保山千佳です。久保山千佳はもう優しくて真面目で、胸にすごい熱い情熱を秘めた女性なんですよ。それでもなんか最近ちょっと綺麗になりましてね。でね、彼女はね、なんかでもやっぱよく泣くんですよ。まあ昨日も実は泣いてたんですけど、悔しかったり嬉しかったり、なんかそういう時に涙を流す。ただね、なんかその世間一般的なこの涙と違って、彼女の涙は何かこう熱いものを感じるんですよね。これが多分おそらく彼女が人に優しくて、そして自分に厳しいからこその涙だと思います。そんな久保山千佳、どうぞ。ルカです。イエス、ルカです。千佳です。いや、千佳です。いや、ハマパン、ハマパン、ハマパン、いや、バンナあげたいかも。アイアイアイ、もしかしておとき放って、え、吸収なめたらダメばい。ダメばい。ステーに未練残してないかい。マイライフ歩み続ける。いやー、久保山千佳でした。